失敗しない漫画とかってめっちゃつまんないじゃないですか。ここは失敗してでもこれやった方がいいなっていうのが客観的に判断できるっていう、言うのって実はでも言えばいいだけなので簡単じゃないですか。いい方向であれ悪い方向であれ転がってる方が多分面白い。今日は起業家のケンスーさんに物語思考について聞きたいと思っています。生きやすくするための考え方だと私は解釈してるんですよ。やりたいことが見つからないっていうのはね、大人もみんな、ずっとこれ悩み続けるんじゃないかなと割と思ってます。キャリアって自分の思い通りにいかないことも多いじゃないですか。移動とかね、いろんな世代のいろんな人が悩んでることじゃないかなと思って、刺激になるような思考法じゃないかなと思ってます。トランプやってるみたいな、印象に残りました。ありがとうございます。すごい。ケンスーさんもやっぱりやりたいことっていうのは若い時はそこに悶々と悩むとかっていうのもあった？これ、ちょっとあんま記憶にないんですけど、多分0年代とかで僕が大学生とか就活の時ってその話自体が多分なかったんですよ。やりたいことを見つけないといけないみたいなのって、なんか多分ここ10年とか15年ぐらいの話じゃないかなと思ってて、おそらくなかったから悩んだ記憶ないんですよね。やりたいことがわからないってことに若者が就活2年ぐらい前から異常に悩み出すっていう現象、じゃわりかし最近、それを見ててどう思います？やっぱりみんなやりたいことが見つからないのってほぼ当たり前だと思っていて、やってないんですよ。で、知識もないけれども想像だけで決めないといけないので、結局イメージ湧かないっていうところで止まるので、そうだよなと思ってます。だからまあやりたいことを見つけてくださいって言った時の選択肢がまずそもそもみんな少ないんですね。なんか知ってる職業しか出てこないので、親の職業とか先輩の職業、ね、よくあるのが先輩学、そうですね、サークルとかのとか、サークルとか、あとはなんとなく想像がつく、雑誌のライターだったら記事書くんだろうなとか想像できるとか、なんかまあそういうこととかに行くか、自分の趣味は延長で考えてしまう。サッカー好きだからサッカーの仕事かなみたいなとか、なんかいろんな方法を取るんですけど、やっぱりどれも知らない状態でやっているので効果が低いっていうのがあるのかなと思ってますね。そんな時に無理にだからやりたいことを見つけないっていう中からね、私が結構この本で画期的だなと思ったのが、まずどんなキャラになりたいかっていうような、To be みたいなことかな、 Want to みたいなことよりキャラのところから考えてみたら、みたいな提案って面白いなと思いましたね。どういう動機でこのキャラ理論を作ったんですか？そうですね、やっぱりまず前提としてなりたい状態ってみんな結構作れるんですよ。なぜならこれもうちょっとなりたい状態すら出てこない人って、なりたくない状態を話させると結構出てくる、なんかこう満員電車は嫌ですとか、朝起きられないんでなんか出社時間が早すぎるの嫌ですとか、何でもいいんですけど、結構なりたくない状態は出てきやすいので、そこから発想を展開できるっていうのがポイントかなと思ってます。でここは結構人によっても違うし、なんか自分の趣味嗜好とかもあるので、なりたい状態はまあなんかできれば100個ぐらい出すとだんだん自分のなりたい状態がはっきりしてくるので、ここは結構簡単に作れるっていうのが一つあるかなと思ってます。その上でですね、結構若い人とかにありがちなのが、自分の強みとか個性とか、なんかその特性とかを探そうとするんですけど、正直やっぱみんなあんまりないんですよ。確かに。でよく言うのが、まあ棚卸ししましょうとか、こう就活アドバイザーの人とか言うんですけど、棚にあんまり荷物が入ってないのに棚卸ししても、18や19や20や21で ねあんまないじゃないですか。ってなると、なんか少ないたまたまの経験をなんか拡大解釈とかしてやり始めるので、なんかちょっとずれちゃったりするので、それよりかはなんかこういうなりたい状態に合わせて逆算して、どういうキャラクターだったらそれができるかなっていうのを
考える方が早いんじゃないっていうのが、まあ、ポイントですね。なるほど、はい、そもそも人生とかキャリアっていう物語を自分という主人公にして楽しく面白く描こうよみたいなことなんですよね、物語思考ってのは。おっしゃる通りですね、うん、でやっぱりこれも自分って大事すぎてみんな傷ついたりとか失敗したりするのをめちゃくちゃ恐れてしまうっていうのがあるんですけど、まあ、客観視してこれ物語の主人公だよねって見ると失敗しない漫画とかってめっちゃつまんないじゃないですかとかそういう感じで見れるので、うん、まあ、なんかあここは失敗してでもこれやった方がいいなっていうのが客観的に判断できるっていう、うん、この状態に持っていくと、うん、まあ、なんか割とこう合理的というか最適な道を見つけやすいなというのが、まあ、キャラ化とか自分を主人公として見ましょうみたいな、そういうところにつながってますね、うん、失敗とかあれですよね、悶々とする思いとかっていうのも必要なんですよね、物語に。そうですね、まあ、小説とか読まない人にはなんか自伝とかを考えてくれと、うんうん、で今の失敗って何ページぐらいですかっていうと、うん、どう考えてもなんかこうしょぼすぎて1ページとか2ページとかのものだったりするんですけど、うん、まあ、本人からしてみるとリアルタイムの痛みなのですごい過大評価しちゃってるんですよね。でこれをなんかちょっと客観視した時、あ、これめちゃくちゃ大したことないじゃんって思うのが結構大事かなと。数行にしかならないようなそうですねことをそう真っ暗になっちゃう。でも物語ってところ捉えたら何行になりますか、うん、いい発想ですね。そうなんですよ、まあ、起業家とかだとね、例えば起業して10人とかに社員がなりましたと、うんうん、で昔からいた社員が辞めるみたいな時にすごい傷ついたりとかショック受けたりするって、まあ、結構あるあるなんですけど、経営者の自伝見た時にそれどんぐらい書かれますかとか、うんうんうん、書いてあるの見てどう思いますかっていうと、うんうん、いやだって社員辞めるでしょって呼んでる方は思うじゃないですか、うん、とかで考えるとちょっとメタ認知して、あ、これたまたま今ちょっとショック受けてるけど出来事としては大したことないなとかで整理がつくっていう、まあ、これが大事かなと思ってます、うんうん、キャラにちょっと戻しますと、キャラっていうとこうフェイクするのかとかと勘違いしちゃうかもしれないので、うん、ちょっとこのあたり詳しく説明してほしいなと思って。キャラは何をさせたいかというと、行動させたいだけでキャラって言ってるんですよで例えば明るい人になれとは言ってないんですけど、明るい人がやりそうな行動はやった方がいいよねと、朝ちゃんと挨拶をするとか、はなんか難易度低いじゃないですか。低い。でも自分明るくないしなと思ってやらないと損してたりとか、うん、するところを、まあ、なんか朝出社する時ぐらいはちょっと明るいキャラをの人がやりそうな行動をやろうとか、本でもちょっと紹介しましたけど、うん、ラブ理論っていう夢を叶える像を書いた水野さんの恋愛本があって、うん、それがめちゃくちゃ身も蓋もなくて面白かったからこれ、うん、引用してるんですけれども、うん、まあ、女性は優しい男性が好きと言うけど、男はみんな自分のこと優しいと思ってると。でも全然違くて、うん、この優しい行動リストみたいな、なんか多分50個か100個ぐらいあるんですけど、うん、これを丸暗記して全部やれ以上なんですよ。それでも結構シンプルにいいですね。例えば何て書いてある。例えばなんか一緒に歩くときはこの車道側を歩けとか。あ、確かに、ね、守ってくれてる、守ってくれるみたいな、うんうんうん、あと、まあ、寒くないって聞けとか、あとレストランでその椅子を引けとか、そのタクシーでまあ先に乗せろとかも細かくあるんですけど、うんうん、店は予約しておけとか、店は予約しておけとかもあったかな、うんうん、でもなんかそういう優しいと思われそうな行動を丸暗記して全部やれ、これが優しさだっていうのは結構その通りだなと思って、優しいかどうかなんかどうでもいいんですよね、うん、なんとなくわかる。まずそのなりたい自分をイメージしてってことですね。しかもそこに過去からの積み上げを無視して思考の枷を取れっていう、そこにも書いてあった。そうですね、結構やっぱりキャラ作りには、うん、まさに、うん、なんか過去からの積み上げで今の自分があるっていうふうに結構考えがちじゃないですか、サッカー部副部長とかね、副部長とかやってたから、うん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 、みたいなのとか、なんかあると思うんですけれども、過去の出来事って今の自分の行動にあんまり影響がないと思ってるんですよ。例えばずっとサッカー部の副キャプテンやってても、将来テニスのプロになりたいって言ったら多分今日テニスやった方がいいじゃないですかでもなんか、いや昨日までやってたしなとかを惰性で続けちゃったりする
ことがあるんですけれども、どちらかというと未来になりたい状態から今の行動を逆算して今やった方がいい行動にすぐ切り替えた方がいいかなと思ってたりするっていうのがここですね。まあ、例えば、うん、今まで働いてないニートだったから、うんうん、年収1000万なんて無理っすわと思ってなりたい状態の時に年収300万とか書いちゃったりするんですけど、それがその積み上げの典型。そうですね、うん、積み上げの典型なんですけど、うんまあ、なりたい状態を自分で書くってなんかめっちゃ自由な行動じゃないですか。誰に見せるわけでもないので、なので、まあ、1000万だったらいいなみたいな、一番その自分が想像できる最大のところを考えて、1000万の人ってどういう行動してんだっけとかを分析した上で、あ、多分こういう行動やってるから今もの自分でもこういう行動から真似していくとそこに近づけるなと思った方が多分なんか達成度がいいんじゃないかなと思ってて。ケンスーさんって今どんなキャラなんですか。あ、今結構僕やりすぎた結果の結構細かく、うん、あのアクション単位で分けるっていうのをやってて、うん、どういう、例えばじゃあなんかこういう取材があると、で基本的に結構人前で喋るとか嫌なんですよ、うんうん、なんですけど、例えばキングコングの西野さんとかってすごい上手な人って何やるかというと、うん、まず依頼が来た時にもうめちゃくちゃ前向きに言うんですね、やりますと、でも絶対結果出しますと、もうどんなものが来ても絶対に最高のものを出しますぐらいまで言うんですね、うん、でこれ言うのって実はでも言えばいいだけなので簡単じゃないですか。それ結構真似してて、それ言うと自分の中でもこれやんなきゃと思うし、周りも結構期待するし、かつあのすごい前向きで手伝ってくれる人だと思うので対応が優しくなったりするんですね。ってなると結果として結構やりやすかったりとか、あのすごく頑張るから結果が出やすかったりするみたいなのがあるので、例えばそういうちょっと起点となる行動のところは、あ、じゃあ西野さんみたいにやろうとか、あ、西野方式を採用するみたいな、ね、あ、ロールモデルがむちゃくちゃ小分けなんですね。小分けにしてますね。専業の社長業は、社長業だと結構あの前までヤフーの社長だった小沢さんとか、トラブルが起こった時にめっちゃ笑ってんですよ。あ、余裕ありますよね、うん、うわこれやべどうしようみたいに、そのなんかトラブル楽しむ感じとか、何起きてももう大変すぎて笑っちゃうみたいなのとかは結構すごいなと思って。これは真似しやすいですね。そうですね、これうっかり あの人のこういうところはすごいんだけどこういうところがあれだからなとか言ってこう、あ、なんか嫌いになっちゃったり、あ、尊敬して失敗した損したみたいなふうになりがちだけど、この部分のコーナーで指示するというか、あのメンターというか、まさにそれが大事なんですね。そうですね、うん、で小沢さんのさっきのケースとかで言うと、うん、もうちょっとやっぱ細かくて、うん、なんかすごい大変な報告があった時に、うん、一旦笑うみたいな、その行動1点だけでよかったりするんですよね。で大変なことあった時とりあえず笑っちゃってるとみんなもこれやべえなと思いながらも深刻度が減るので、まあ、会議とかもそんな深刻じゃない感じになるとかでこう転がっていくので勝手にみたいな感じで、やっぱその肝となる行動だけをキャラと行動を真似するみたいな感じで考えてますね、うん、もう誰に言ってるわけでもないのですぐ変えればいいし、うん、自分の心の中で変えてんだ、自分の心の中なんで、あ、これじゃないなとか、うんうん、で変えればいいかなと思ってますね、うん、特になんかあの VSOP って理論があるんですけど、はいはい。